先月26日、モデルナ社製で3回目のワクチン接種を行った27歳の男性記者。2回目接種は去年7月に行っていて、その3ヶ月後の10月に抗体量を調べる検査を受けました。数値はですね、7464という数値です。記者の抗体量は7464でした。時間が経つにつれてどれくらい抗体量は減るのか、4ヶ月ほど後に再び検査を受けてみると、今回の抗体量が2296です。まだ2000を超えてますので、抗体量としてはまず十分あるかなというふうに考えます。記者の抗体量は4ヶ月で5000余りも減っていましたが、重症予防効果などが期待できる量はありました。それでは3回目の接種で抗体量はどれくらい増えたのか調べてみると、今回2万3000まで増えております。すごい増え方ですね、はいはい、2月にやった時は2300でしたから、ちょうど10倍ぐらいに増えてますね。数値は23,217。今年2月に2296だった抗体量が3回目接種で10倍以上に増えていました。クリニックの佐藤正樹院長は、この抗体量の増え方こそが3回目接種の意義だと話します。1回目打った後の抗体価の上がり方よりも2回目打った時の方がはるかに上がるんですね。で、2回目打ってから、まあ半年やっぱりかなり下がってくるんですけど、やっぱりそこから3回目打つと2回目のピークよりも3回目のピークの方がやっぱり高い方が多いです。で、ひょっとすると1年間持つんではないかというふうに。もちろん抗体量が多くても新型コロナに感染しないわけではありませんので、これまで通り基本的な感染対策は必要だということです。